皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちらババン、ブラックスターの比較的新製品 ID コア V3 なるアンプを皆様にご紹介させていただこうと思います。V3 という名前の通り、過去に V1 と V2 というアンプもあったわけなんですけれども、それらの問題点とか改善点とか修正点とかをブラッシュアップしてブラッシュアップしてブラッシュアップして、ボーン V3 新登場みたいな感じの、なんかそんな感じの立ち位置のアンプでございます。率直にちょっとざっくり触ってみた僕の印象としては、家に1台あるとめっちゃ便利でめっちゃ楽しくてめっちゃ練習がはかどるみたいな、なんかそういうこのめっちゃ便利アイテム、めっちゃ楽しいおもちゃみたいな感じの、なんかそんな感じのイメージでございました。画面ドンズバババンと、まあお手元の方も見ていただければ分かる通り、結構つまみがねシンプルなんですよ。なので初めてギターアンプを買うっていう初心者の方にもすごくおすすめだなと思うし、後で説明をしますが、パソコンと連動することで細かい音作りをすることができるんですよね。なので自宅の練習用アンプとして、なんか手頃で面白いアンプないかなみたいな感じで探している中級者上級者の方も結構楽しめるアンプなんじゃないかなと思いますので、楽しんでいただけたら幸いでございます。いろいろ音を鳴らしていって、遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。思想環境としてはいつものビル・ローレンスじゃない最近お気に入りのバッカスのタクスティクス24でございます。すっかり最近のメインギターとなってしまいました。こちらからカナレのケーブルで、もうそのままブラックスターのスタジオ10じゃないや、ID コア V3 の方に行ってマイクで集音して皆様の元にお届けをしております。とりあえずですね、使い方とかをですね、なんかこの踏まえながらお話をしていこうと思うんですけれども、皆様ちょっと覚えておいてくださいませ。楽器屋さんに行ってこの ID コア V3 見かけた時に、まあ試奏してみようかなとかって思うわけじゃないですか。この手順で試奏してみてください。まずステップ1、全部左に振り切ります。ステップ2、電源ボタンを押します。パワーオン。3つ目、このマニュアルっていうボタンが赤く光ってるんで、これを押してください。これで準備が完了です。プリセットモードっていう言い方をするんですけども、まあ、簡単に言うといい感じの音色を作ってくれてるんで、それを使うだけでギターの演奏練習が楽しめちゃうモードってことなんですよ。これでもプリセットモード、バッチリでございます。このプリセットモードを使って今回の ID コア V3 の魅力を伝えていこうと思いますので、よろしくお願いします。とりあえず今ちょっと待って、今音が出てない状態なんですけども、この真ん中の、ね、レベルっていうつまみ、これを上げていくと音が出ます。こんな感じで、まあこれはね、もう聞いていただければ分かる通りクリーントーンなんですけども、このリバーブがいい感じにかかっているのが分かりますでしょうか。でもちろんそのイコライジングとかもいい感じにやってくれているので、まあ、平たく言うとね、本当にもうプリセットモードにしてレベルを上げるだけでこんな感じでいい音色が楽しめるということなんですよ。ちょっと鳴らしてみましょう。こんな感じなわけでございます。すごいいい感じじゃないですか。でこのね、左側のね、このつまみの周りにこのね、ボタンというかそのランプがあるのが分かりますでしょうか。これがいわゆるその音色の切り替えスイッチみたいな感じでございまして、これをねカッカーと回していくだけでもいろんな音色を楽しむことができるんですよ。分かりやすく上に行けば上に行くほど歪みが強くなるんですが、まあ順番に行きましょう。今のは、クリーンウォームっていう音でございまして、その次はクリーンブライトっていう音色でございます。鳴らしてみましょう。ああ、明るくはっきりしましたね。ブライトでございます。いいですね。
感じ。こんな感じの音色でございます。さっきのやつと比べるとね、ちょっとこの音が立ち上がり良いというか明るくなったのが分かるかと思います。もう一個上の方も行ってみましょう。そうするとクランチっていう音色です。クランチ行ってみましょう。ちょっと音量下げます。いい感じっすね。なんかこの弱く弾くとさ、すごいこので強く弾けば、いい音色でございますね。これがその3つ目のクランチでございますよ。普通にめっちゃ楽しい。その次に行くとすると、スーパークランチってことなんで、まあ、ただのクランチじゃねえぜ、スーパーだぜ、超クランチだぜ、超クランチ行ってみましょう。いいね、ちょっと歪みが強くなってきた感じだよ。ハーフトーンで楽しんでみましょうか。いや、こっちだな。リバーリレイがついてきている。ちょっと歪みが強くなってきていい感じですね。このディレイがちょっと追っかけてきている感じ、まあ、さらに 強くしていくとすると、おお、がっつり強くなってきましたよ。で、一番上にすると、まあ、歪みが一番強いモードって感じでございます。鳴らしてみましょう。お、
結構ソリッドな感じ。でございますね。こんな感じでこの音量を調節してこのプリセットをねこのカカカって切り替えていくだけでもこんだけの音を楽しむことができるわけでございますね。これがまあ最初に言ったその初心者の方でも楽しめるといったゆえんでございます。もちろんここからいろんな音作りをつく楽しむこともできるんだけども、まあ、今のねこのプリセットモードだけでも十分楽しめると思うし、まずはねこれらの音に慣れ親しんでなんかこう楽しん でそこでこの満足できれば全然 OK ですし、そこからねもうちょっといろんな音を作ってみてえなと思ったならばいじってみればいいというのが、そんな感じの使い方が一番適切というか健全なんじゃないかなと思います。まあこんな感じに覚えておいてくださいませ。まずステップ1としては、この一番左側に津波を振り切っておく。ステップ1。で、ステップ2は、電源を入れる。で、ステップ3としてはこのマニュアルボタンを押す。で、その次はこのレベルですね。これをその適切なところまで持っていって、あとはこのプリセットをね好きなところに持って行って音を鳴らすみたいな感じで遊んでいただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。でここから、さらに音色をいろいろ作り込んでいきたいなという場合なんですけれども、ちょっくら分かりやすいと思うんでまずマニュアルモードにしちゃいましょう。さっき押したこのボタンポチって押すとこれがプリセットモードではなくマニュアルモードでございまして、このつまみとかこのボタンとかを押したものがそのまま反映されるモードになっております。とりあえずこの左側からある程度この音色のモデリングというかベースを選ばなきゃいけないんで、じゃあとりあえずクランチにしときましょうか。この音すごく好きなんで。でこの状態で原因を真ん中にまず設定します。でレベルを真ん中ぐらいに設定して、でこの ISF を真ん中にします。これが基本の音色です。でここからこの原因を下げれば音量が下がるプラス歪みが取れますし、原因をガーッと上げていけば歪みが増していくというそんな感じでございます。歪みをずっとこの上げていくと音量も上がってしまうので、まあうるさいなと感じたならばこのレベルを下げて対応していきましょう。でこの3つ目のスイッチは ISF って言うんだけど、まあ、平たく言うとねこちら左側に回すとちょっと、ね、音がカラッとします。で向こうに持っていくと音がねウォームになります。箱鳴り感っていうのかな。これはねどっちがいい悪いじゃなくてどっちが好きかっていう話です。もう好きなところのブレンドを見つけてくださいませ。なんかこのカラッとした方が面白いというか綺麗というかいい感じだったならば、こっちの方がいいかもしれないですし、もっとこのねなんかウォームな感じいくだったら、はあ、って感じ
感じにしてもいいと思いますし、まあ、いろいろこう試してみてね、この音かっけーっていうのを見つけていただくと良いのかなと思います。基本的にもこの3つはそんな感じです。ゲイン、ボリュームで、このモコモコするかパリパリするかモコモコするかみたいな数字でございます。でこの辺がちょっとややこしいです。この辺覚悟して聞いてくださいませ。ややこしい。どんな感じかと申しますと、 それぞれのボタンがリバーブとディレイとモジュレーションのスイッチになってるんですけども、まずディレイからいってみましょう。ディレイのボタンをポチッて押すと、これでそのディレイのエフェクトがオンになりました。この緑色のランプが点滅していればオンになっていて、選択してるよという状態です。でこのリバーブのところが緑色になっている状態で、このつまみをそれぞれいじると、リバーブのエフェクトがいい感じにかかってくるという感じです。わかりやすくするためにまずこのレベルを全開にしちゃいます。そうするとリバーブがめっちゃかかるんで、ほら。でこのつまみを上に上げていくと、このかかり方が変わってくると、こんな感じ。すっごいリバーブですね。でこのねつまみがちょっと分かりづらいんだけども、このつまみ一つで4種類のエフェクトの切り替えと、それぞれのこの量ですね、まあレベルって言い方するんだけど、どのぐらいのエフェクトを流していくのかっていうのをね、一つのスイッチでやっております。エフェクトの4つの切り替えと量をコントロールしていると。どういうことかというと、ここの範囲、ちょっとこのランプ見てもらっていいですか。ここの1番のランプがついているこの範囲は、1番のエフェクトを選びつつ、1番の中でこの量を調整しているって感じなんです。この量が少なければこのリバーブの質感が短いですし、上にすればちょっと長くなりましたね。わかります。でこれ以上上げると、次は2番の方に行くんですね。でこの2番のエフェクトの、お、これ分かりやすいですね。こんな感じで、でこれをガーッと持っていくと、また今度は3番になって、これ3番のリバーブのかかりを調整すると、でこれ4番。まあこんな感じです。まあ細かく言うと、そのリバーブって4種類あるんですけども、多分ルームリバーブとホールリバーブとプレートと何かしらみたいな感じで、分かってねえじゃねえかって感じですけども、まあそんな感じ4種類のリバーブがあるので、それらをこのね、一つのつまみでコントロールできるよっていう、まあそんな感じのあれでございます。で、同じようにこのディレイに関しても一緒です。ディレイのボタンをポチッて押すと、これが今オンになっていて、緑色が選択されている状態なんだけども、これでそのね、ディレイの、その切り替えと質感を選んでいく感じです。これは2番が確かに、ね、アナログディレイだった気がするんだよな。こんな感じ でリバーブとディレイが設定できたならば、次はモジュレーションもいってみましょう。モジュレーションの方も、あ、なんか色かかってます。わあ。コーラスですね。あ、あれだ、オートワウだ。これすごい好き。めっちゃ楽しい。あ、これトレモロですね。こんな感じでいろんな音色を作ることができるよなんていうね、そのエフェクターのゾーンでございました。ちょっとこの辺癖があるんですけども、そんな感じです。もう一回押すとこれがオフの状態になるんだけれども、わかるかしら。これでオン、オン。で、その今緑色、この緑色がその選択されている状態なんで、これでこのバーッといじると今ディレイが調整されるんだけども、もしリバーブを調整したいときはリバーブをオンにして、この状態。で、このオンの時にもう一回押すと、そのエフェクトがオフになるっていう、なんかそんな感じでございます。なんかわかるかしら。チョイス、選ぶ、
選ぶ、選ぶ、選ぶ。で、緑色の時にもう一回押すとオフ。緑色の時にもう一回押すとオフ。これもオフ。これでエフェクトが全部切れた状態。っていう感じでございます。なんとか分かっていただけましたでしょうか。まあこんな感じでそのプリセットモードだけでも十分楽しめるし、もう一歩先の音作りしたいなと思ったらですね、マニュアルモードにすることによってリバーブ、ディレイ、そしてモジュレーションの掛け具合とかも細かく調整できるという感じでございます。でさっき言ったように実はですね、パソコンと連動させるともっともっと細かい音作りをすることができるんですけれども、それは次の動画でちょっと紹介させていただこうと思います。とりあえずこんな感じでいろんな音色を聞いていただきましたけども、どうでしょうか。結構おもちゃとして、あ、面白そうって感じですよね。で値段調べていただくとなかなかお手頃価格ってすごくいい感じなんですよ。3タイプあるんですけども、この上のユニットに関してはそのワット数関係なく、これ全く一緒です。なので自宅で使うようで、あんまりこの、ね、あのアンプから出さないよっていう方はちっちゃい方でもいいかと思います。逆にもうアンプからガンガン出すぜっていう方はちょっと大きめを選んでみてもいいのかなと思います。イヤホンだけで使うって場合はね、ここのユニット自体は変わらないので、小型でガンガン鳴らすぜっていう方はちょっと大きめでって感じで検討していくと、まあ値段そんな変わらないんですけどねまあチョイスしていくと良いのかなという感じでございました。とりあえず今回はこんな感じでブラックスター ID コア V3 のご紹介ということでしたけども、いかがだったでしょうか。何か感想とかご質問とか何かこう思ったことがありましたら、ぜひバシバシとコメントしていただけたら幸いでございます。続きの動画で、パソコンのソフトであるアーキテクトというものを使って、音を鳴らして音作りをして楽しんでいこうと思いますので、ぜひともそちらの方もチェックしていただけたら幸いでございます。それでは今日も長くなりましたけども、以上とさせていただきましょう。また違うところでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ、じゃあね。